ロイ・ジョーンズ・ジュニア対フェリックス・トリニダード戦は2008年1月19日にアメリカ合衆国ニューヨークマディソンスクエアガーデンで行われたプロボクシングの試合。ここ直近で敗北が目立っていたジョーンズ・ジュニアだったが直前に試合での勝利で復調の気配を感じたリスクをかけたサバイバル戦。相手は元世界3階級制覇王者のトリニダードは約3年ぶりの復帰戦。 前回のロナルド・ライトとの対戦では、減点を期しての完封負けの屈辱だった。しかも今回は、ミドル級のウェイトより15ポンドアップの、ライトヘビー級での本格的な進出戦となった。戦前は、ノンタイトルマッチで異例の階級を超えた夢の対戦として注目された。試合は、トリニダードが序盤いい出出だしでスタートを切ったが、中盤から、 ジョーンズ・ジュニアのナチュラルウェイトで戦っている分、体格差が目立つようになっていき7回と10回に、ダウンをジョーンズ・ジュニアが奪い取って、序盤の劣勢を跳ね返しての勝利だった。逆にトリニダードはこの試合で、ラストマッチとなってしまった。イベント名は、ブリング・オブ・ザ・タイタンズ。この試合は HBO が、ペーパービューで生放送した。主催したドン・キングは2008年8月。 ジョーンズジュニア v s トリニダードを発表した。この発表に多くのメディアは階級を超えた一戦と報じ、呆然とするしかなかった。キングはこの試合をドリームマッチと表現して売り出した。しかもトリニダードはこの試合が約3年ぶりの復帰戦となるだけに、今までのミドル級からライトヘビー級まで15ポンド増やして戦うという無謀すぎるのではといった声も上がっていた。 ジョーンズ・ジュニアも直近の試合でこけており、ここ2戦でようやく復調の気配を感じており、リスクを大きくする相手にしたら、トリニダードが敵人だということになった。初回はトリニダードが先手を打って強打を振っていく。右フックがジョーンズ・ジュニアの脳点を捉えてグラつくが高い、防御テクに、後の一撃が続かない。しかもボディフック等を軸に攻撃をしており、 ボディがいい感じで決まっていくがコンビネーションはジョーンズ・ジュニアのブロッキングに阻まれておりなかなか決定打が打てそうにない。2回はボディフックの決まる割合がどんどん多くなっていく。しかもまたしてもコンビネーションを時折放つがブロックの前に簡単に跳ね返されてしまった。3回はボディフックがどんどん決まりジョーンズ・ジュニアのペースが落ちていく風に見えた。 しかもジョーンズ・ジュニアはボディを叩いて、もっと打ってこい。のアピールをしたり、コンビネーションを打つトリニダードにもっと強いのが欲しい。と、ジェスチャーや喋りも交えて挑発。3回終了のゴングと同時にジョーンズ・ジュニアが踊って、トリニダードを挑発した。4回はいつも通りトリニダードが攻勢を強めるが、ジョーンズ・ジュニアが本格的に反撃を開始。 カウンターが時折決まるなどトリニダードがぐらつく場面が増えていく。5回はジョーンズ・ジュニアがプレッシャーを強める。トリニダードがどんどん交代する場面が増えていく。コンパクトなパンチを放つジョーンズ・ジュニアにトリニダードとの対角差が少しずつ目立っていく。6回はシャープなパンチを放ってジョーンズ・ジュニアが優勢になっていく。しかも終了間際に トリニダードが一気にぐらついてしまう。7回は一発狙いのジョーンズジュニアの間合いに対し、トリニダードがなかなか踏み込めない。そのうちにどんどんシャープなパンチをもらっていく。いきなり山が動いたが中盤。ジョーンズジュニアのボディフックから、右フックが決まると間を置いて、トリニダードがダウン。一気に一目めにシャープなパンチとアッパーを駆使していく。トリニダードがぐらついて下がっていく。8回は、 トリニダードがボディ打ちで打開策を打っていくがなかなかシャープなパンチを持つジョーンズ・ジュニアになかなか打開ができない。上下の内訳でジョーンズ・ジュニアがペースをつかむ。9回はトリニダードが下がりながらもボディフックや右フックを打っていく。シャープなコンビネーションでジョーンズ・ジュニアがトリニダードを少しずつ追い詰めていく。残り時間わずかでボディを打たれたトリニダードはまたしても下がっていく。 10回はトリニダードが反撃。ジョーンズ・ジュニアをロープに詰めて一気にフックやボディフックで反撃するがなかなかジョーンズ・ジュニアからクリーンヒットが決まらない。ジョーンズ・ジュニアは L 字ガードをやったりガードをわざと広くするなどして圧力を強めていく。右フックを2発連続で放ってトリニダードがふらつく。終了間際にジョーンズ・ジュニアがコンビネーションをきれいに放つと トリニダードが両手をつくダウン。トリニダードがゴングに救われた。11回も逆に、トリニダードが圧力を強めて、前に出るが、なかなか強打が当たらない。ジョーンズ・ジュニアが粛々と、フックやアッパーがシャープに決まりどんどん切り裂いていく。最終12回は、ジョーンズ・ジュニアがフックを連続で放つなど構成をアピールし終了。試合はそのまま判定となり、ジョーンズ・ジュニアが12回。 3から0の判定勝ちを収めジョーンズジュニアがリスクをかけたサバイバルに成功した。2009年10月14日、トリニダードが会見を開いて、前みたいに良い試合をするために、コンディションが作れなくなった。今はプエルトリコから王者を出しているから若いのに譲る、時が来たと話して、現役を引退した。この試合のペーパービュー売上は50万件で、売上額は25万ドル。 ジョーンズ・ジュニアがこの後も試合を続けるがまたしても負けが混んでしまい、ジョーンズ・ジュニアが落ちたという声が聞こえるようになった。ありがとうございます。